ずわけのわからないことを言ってます。恥ずかしいことないように見えますか。駅でたまに昔の君が懐かしくなります。振られて彼らは風を引きました。相変わらず僕はなんとか大丈夫です。よく休んだらきっと良くなるでしょう。今夜ちょっと君に電話しようと思った。早く急がなきゃ